教座宗教聖ステファノ殉教者、聖ステファノ初めての殉教者。聖ステファノはイエス・キリストの死と復活の神秘の一番最初の初報である。教会がその知恵によって私たちにクリスマス、イエス・キリストのご降誕の次の日にはキリストの姿を表してくださいます。私たちの目の前にイエス・キリストの最も忠実な姿である聖ステファノ殉教者を示してくださいます。見てごらん、イエス・キリストが生まれたのは、あなたも私もあなたの家族もあなたの子供も教会すべての人々が、すべての兄弟たちがステファノのようなものとなるためでした。もう一人のクリストとなるためには、キリストと一体結ばれ、キリストと同じように生きて、キリストと同じように命をかけるものになることができるように、キリストが生まれたのです。そのため、他のことはもう感情的なことかもわからない、他のことはまあ、けどキリストが生まれたのは私たちを解放し、私のために迫害される、私のために裏切られるだろう、私のためには殺されるだろう、私のため、つまりあなた方のうちに生きている私、もはやあなた方ではなくクリストです。生きているのはもはや私のではなく、クリストが私の中に存在していると、聖パウロが書いていたんです。生きているのはあなたではない。そのためにクリストが人間となった、そのために神ご自身は肉となった、あなたの肉となった、自分に従って自分なりに生きていた、その肉の中にクリストが生まれになった、宿られた、あなたの肉、今日の肉、明日の肉を取った、自分勝手にしようとしているその肉、悪魔の肉欲、欲望に奴隷されているその肉の中に降りて、その肉と一体となられたのです。だから今日私は何を考えていますか、私は何を語ろうとしていますか、私の心の中にはどういう決まりがあるのですか、どういう識別、私の家族を見たときには、私の歴史を見たときには、仕事のこと、子供のこと、健康のこと、経済のこと、この世の状態のこと見たときには、私は何を考えていますか、そして考えた上で何を決めようとしていますか、何を決めた、どういう態度を取るのを決めたのですか、どういう言葉を語ろうとしているのですか。今日あなたが奥さんに何を言おうとしていますか、何を言おうとしていますか。自分なり、自分の識別、肉に従って、肉に基づいた言葉でしょ。でも肉には限りがある、限界がある、肉には死の限界があります。具体的な最後の死、体の死、今日それだけでなく霊的な死、その恐れを感じているから、その恐怖が私たちを圧迫されているので、私たちはこの恐怖に基づいて生きる。この恐怖が私たちを指導する、死への恐怖が私たちの頭を指導する、インスピレーションを与える、死なないように自分を守るように、これは自動的なことです。それに対して戦うためには力がない、この恐怖が私たちを圧迫する、私たちより強いです。なので私が相手を裁く、なので私が奥さん主人にを責める、暴力する、侮辱する、だから私が子供をいつも激しく叱る、だから私が自分のなんか体にはその楽な生活を与えるために動く、仕事するのもそれですよ。すべての会社員、すべての会社の仲間と同じように考えてしまう、だから仕事がまあなんか8時、9時、10時、11時まで。まあいいですよ。自分を守るためには、相手に非難されないように、相手に迫害されないように、相手にね、なんか悪く見られないように、私が、でも外側は、ああ、かわいそう。私がいないと、会社は潰れるでしょう。私がいないと、仕事ができなくなるでしょう。相手は、私の仕事もしなければならないでしょう。というわけない。中心があなた。中心が私。神父として中心が私。なので、兄弟たちよ、私たちがいつも不幸です。いつも平和を得られない。ちょっとだけ得た時には、もうすぐ、なんかの心配で、
何かの心配で失ってしまいます。素晴らしい今日の福音は、別の人のことについて語ってくださるステファノ。キリスト者は殉教者にならない限り、キリスト者ではありません。キリスト者ではありません。はっきり、それを、今日、クリスマスの光がまだ私たちを照らしているので、これをはっきり認めなければならない。はっきり悟らせて認めなければならないということですよ。でも、クリスマスの祝いにいるので、知ってますよね。コタン節は始まった。けどそれだけじゃなくて、やっぱり8日間と言います。クリスマスの8日間、ご降誕の8日間と呼ばれていますね。クリスマスの日から8日間は毎日クリスマスみたいな感じです。復活祭もそうでしょ。復活の日から8日間の間には復活の日として教会が一日一日を祝うのです。だから例えば晩の祈りは同じ詩篇、同じ賛歌など、今日もクリスマスであるから。だからクリスマスの光の中には、クリスマスのその最も基本的な意味、つまり神が私たちを救うために、神が私たちを解放するために、人間となった私たちの肉を解放するためには、私たちの理性を解放するために人間となった、その不人気、その祝いの中には、私たちが聖ステファノを祝って。でも祝うのは彼と同じような礼をいただくことです。そういう意味ですよ。教会が祝うときには、昔のことを祝うだけではなく、昔に怒られたことを、祝うことによって、今日私に実現されるという意味です。という祝いです。なので、喜びなさい、兄弟たちよ。喜びなさい。ある意味で、今日はクリスマスの日、昨日の日の説明みたいな、詳しく説明してくださるステファノです。あなたはキリスト者となることができる。あなたが、今日の福音が言った通り、そしてステファノに実現された通り、自分が、自分の理性、自分の考え、によって語るのではなく、霊によって語った。だから、きちんと話した。自由に話す。相手が自分を殺そうとする。にもかかわらず、話す。恐怖も終わった。死への恐怖がもう終わった。彼が真理を語った。イエス・キリストを述べ伝えた。イエス・キリストについて、イエス・キリスト自身についての証を最後までしました。だから、しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。だから彼が最後まで、つまり真理を証しするまでには耐え忍んだ。霊で満たされたものです。だからこそステファノが話した時には、ステファノを見た全ての人々は、全ての列車者は彼の顔、天使のような顔を見た。天から下った天の使徒、天の使者、神の大使として彼を見た。天から下ったステファノ。肉によって。肉に生まれたステファノのではなく、天から生まれた、新しく生まれた、クリストによって、クリストのうちに、クリストと共に生まれたステファノを見た。だから、天使、証人、使者、クリストのもの。だから、クリストと同じような言葉で、彼が亡くなった。主よ、彼らの罪を許して、あなたに全てを任せます。委ねます。自分を殺した人々を許しながら、彼らのために命を与えながら亡くなった。キリストと同じように、彼らが言うこと、やること、知らないから、許してほしい。そのために私が命を懸けます。でも、話したのは彼ではなく、キリストが自分の中、彼の中に生きていたから、彼の唇を使って、彼の舌を借りて、話したんですよ。そのクリストの霊、復活されたクリストの霊、人間となった、死んで、葬られて復活したクリストの霊が、ステファノに話した。あなたもそうです。クリストと一体となると、あなたのうちには、奥さんと話した時には、クリストの霊、主人と話した時には、クリストの霊、子供を叱る時には、クリストの霊に基づいて叱る。会社のところでは、自由です。私が家族が先ですよ。私は共同体、教会、先でしょ。だからバイバイ。6時になったら私が晩ご飯、
友、兄弟、自分の家族、自分の子供と食べるためには私がごめんね。8時間、9時間、ずっと真面目に働いたので、私が行きます。あなたが会社は必要ではないですか？あなたのためには。いや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 、そうではない。でも、会社よりも、私の家族。一番最初に与えられているつも、務めは、主人、お父さんです。だから私は働いているのが、子供、奥さん、家族に、家庭を与えるためです。そのために私が仕事しよる。会社を立てるため、会社の名誉を立てるためではなく。でも、実際に、キリスト者通して、お父さん通して、主人通して、真面目に生きるなら、神の霊がその務めを果たすために自分の中に宿るなら会社も建てられる。逆ではありません。その銃がクリストからも与えられます。だから天から下る天使となるためにあなたと私も生まれた。できないから罪があるから、奴隷であるからクリストがその務め、その、召し出し、が私たちの中に実行するためには人間となったのです。喜びなさいし、兄弟たちよ。聖パウロが聖ステファノを迫害した。多分あなたの会長。多分あなたの親戚。多分時々主人があなたを迫害する。あなたの子供があなたを迫害する。殺すだろう。霊的に避難するときには。あなたを反対する、抵抗するときにはあなたが、何ですかこれ。魂が本当に壊される。が、クリストがあなたの中に生きるならば、あなたが、あなたを迫害する人のために命をかけるならば、今日、仕事の仲間があなたを避難したときには、あなたを軽蔑したときには、あなたこの軽蔑、この悪口を背負うならば、彼らがセイパウロと同じように救われるだろう。セイパウロが、ステファノの殉教によって、ステファノの殉教によって救われたでしょ。そして素晴らしい立派な殉教者となった。同じことあなたには。あなたを今日迫害する人は、あなたの捧げた人生、命を通して、キリストに出会うだろう。ツワノのところでは同じことでしょ。ツワノでは殉教された人々が、その殉、彼らを迫害した人々を救った。そうです。ツワノの、ところ、その、迫害の人々の一番上の人、責任者の子供が迫害終わったら、長崎に行って、ツワノのクリスト者の責任者のところに行って、謝って、許してください。私のお父さんが何もわからなかったから、私がその、あなた方の仲間、兄弟、そのクリスト者の生き方、耐え忍び方、その忍耐、その愛、その殉教を見たと、私が改心した。洗礼を受けたい、キリスト者になりたいと。これは、クリスマスの一番大きなプレゼントです。あなたにこれも実現するように願いましょう。この態度が、この殉教者の態度があなたに現れると、本当にクリストの誕生があなたにも実現されるということです。これは、教会の中にできる。教会の体内、教会のその慈しみによって、その言葉によって、その秘跡によって、信仰の歩みによって、これ、キリストの誕生があなたに実現されます。良い日を、良いクリスマスを。